はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、今日はね、あの外に出ましたけど、はい、見てください。はい、自動販売機ね、うん、これ裏切るマシーンだからもう何回前回ね、みんな他の YouTuber さんはなんかその1000円じゃないとかで使ってる。そうそう、普通の自販機金ないから、こ100何十円の世界で戦うっていうね。全然、うん、まだ成功したことないです、その、うん、都市伝説系。はい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 。だから今日成功させようと思って、うん、2つ企画持ってきたんで。ね、1つ目は、うん、お釣りのボタンを引き続けて、うん、あのボタンを押したら連打したらライトがつく。なんか昼間なんですけど、うん、夜用のライトがつくっていうね。そう、まあ別に実用性はないですけど生き返すじゃないか。まあちょっとね、そういう都市伝説があるみたいなんで、で、あともう1個言っていい？いいよ。もう1個は1000円札1枚入れて、さらにもう1枚1000円札入れて、お釣りボタンを押したら1000札1枚と500円玉2枚返ってくる。2枚出てこれないんだ。あ、なるほどね、2枚出せねえんだ。そうだから500円玉なかったら多分100円玉10枚出てくるから、あの両替機として使える。なるほどね。はいはい、それじゃあ1個目からいきましょうか。お願いします。ちょっと電気消えてるとこ。バリューコーナー、バリューコーナー舐める感じでオッケーじゃあ今電気消えてるのでいきます、はい、じゃあこれ押して、パー押します。いけ、え、着いたぜ。はいはいはい、ここにもあんだ一列ずつあるんじゃないと。ここだけだと思って車来てるよついに成功しました。次行く？これ両替のやつ成功したら結構な。で、いきますよ。はい、今、1000円入ってますね。え、次2000円入れらんねえ。はい、失敗で終わったみたいになるな。なんかと1000札2枚入れたら1枚1000札で、あとは500円玉で返ってくるっていう都市伝説だったんですけど、なんか1000札2枚入らねえ。そうね、ちょっとじゃあ1000札入れてさ、お金入んのかやってみていい？あ、そうじゃん。小銭1000円以上ここに表示されるのか。そういうことだよね。500円玉いっていいですか？いいよ。そう入るか。これはコインの買い付けしかしない。じゃあ俺あとだ。でこれで2000円までいったらどうなるか。これいくらまで入んの？これ俺も500円玉ある。あ、そうじゃん。これいくらまで、これいくらまで入んの？全然いくぞ。で2000円入りましたよ、うん、で今1000冊1枚ともう500円玉2枚です、うん、っていう謎の状況です、はい、自分たちで嘘をね、本当にするじゃないけど。あ、噂通り。いや、噂通りじゃねえんだ。最初と資源だよ、同じものなんだよはい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。大佐な島のあなたの